ザライオンズ第一公園タワーは、札幌市中央区第2市10丁目に所在する、超高層マンションである。札幌第一ホテルの本館跡地にあたり、大手マンションデベロッパーの代表が開発、分譲した。外国人富裕層もターゲットに、全国で18棟目、道内では、初となる代表のハイエンドブランド、ザライオンズの名を冠している。 敷地面積は1490.91平方メートル、高さは約95メートルであり、大通公園に面する超高層ビルとしては、北洋大通センターに続き二棟目である。2010年6月に着工、春工は2012年3月12日、入居開始は3月16日、外観は札幌市の七十色に基づいており、十六階以上の南東、 南西角は、眺望を楽しめる、ようガラスカーテンウォールとしている。外観各所には、青色 LED 照明を取り付け、夜は、寒色系のライトアップが行われる。1階部分は、グランドラウンジを設け、ホールにはコンシェルジュが常駐。また15階には、優勝のオーナーズラウンジを設け、パーティーなどの需要に対応する、バースペースとする。 札幌グランドホテルやニューオータニーム札幌とも提携し、ホテルメイドの食事を提供する。また16階以上では、各10個専遊部からエレベーターを呼ぶことができる。総個数は当初100個とされていたが、計画変更で98個となった。ありがとうございます。